こんにちは。RWS 新潟校代表の坂子です。はい、今回は、一応ドリブルの練習なんですが、ファルカンというものをちょっと練習していきたいなと思います。はい、では早速始めていきたいと思います。はい、今見ていただいたファルカン、多分いろんな動画とかにも載ってると思うので、分かる人もいると思うんですが、このやり方をまず解説していきたいなと、はい、思います。で、ファルカン自体は利き足の足の裏でボールを持つ、はい、これも時に結構速いスピードでボールを引きたかったりするので、足の裏、これは指先、真ん中よりつま先の方でボールを持ってください。足の裏で、持ってください。で、引くとは言ってるんですが、横に引きます。今回横にボールを引いて、同時に左足をジャンプしてボールの前をまた行きます。はい、ゆっくりやります。こうです。はい、わかりましたか。引いた時に同時にジャンプして反対の足がボールの前を行く。で、ボールはそんな左足の後ろを通すような形です。はい、で、最後にその出した足を戻してキャッチ。はい、出した足を戻してキャッチ。もう一回いきます。ゆっくり引いて、真横に引いて、逆足を同時に上げる、戻してキャッチ。はい、これがファルカンになります。で、今やった練習、はい、今のを連続してやってもらいます。で、まあ、これも5メートル間、毎回5メートル間で大丈夫です。はい、真横に、横を向いてもらって、マーカーの方に向かって横に、真横に引いてキャッチ。はい、体を逆に入れ替えるときに足を乗せる、引いてキャッチ、入れ替える、ジャンプして入れ替えるときに乗せる、引いてキャッチ、乗せる、引いてキャッチ。はい、これをやってもらいます。はい、で、この技じゃあどういうときに使えるんだっていう話にはなりますが、この技、実際ゴール前などでディフェンスが前のときに、こういうような、すぐにシュートを打つ、モーションだったり、フェイントとして使えたりします。いろんな局面で、この技が、時間を作ってくれるようなフェイントになったり、相手を完全に騙さずとも持ち方が逆になるので、自分の利き足と逆になるので、相手に少し、時間を作らせる、思考の、外を行くような感じですね。キャッチしたときに、え、なんで左足で持つの、ここから何するの、また右足に持ってくるのか、こっち左に行くのか、というような、いろんなバリエーションで使うことができます。はい、なので、ぜひ使ってみてください。はい、この動画いいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。